私口の浜渡し口の浜は沖縄県宮古島市のイラブ島南西部にある砂浜海岸である。緩やかな球場の砂浜が約800メートル続く海岸で、きめ細かな白車の美しさと水の透明度で沖縄県の中でも名高い。対岸には宮古島、栗間マ島の景色を望むことができる。砂浜には東端側と西端側の二つの入り口があり、それぞれに 商業施設があって、トイレやシャワー等の設備を提供している。砂浜は、生丹で入り江を挟んで下地島と隣接している。生丹川入り口付近にはイラブ島と下地島を結ぶ橋の一つである乗り瀬橋がかかっている。この橋は、老朽化のため2009年から通行止めとなっていたが、2013年1月に取り壊された。そして、掛け替えが行われ、 2019年3月16日に新たな橋が開通した。また、生誕川入り口付近には、園軒村の大金主、オプガニノと弓屋の娘のタモメガを祀るノリセウタキがある。このウタキは16世紀頃にできたと考えられており、1994年6月25日に、宮古島市の史跡に指定されている。 2015年8月10日に、この浜でシュノーケリングをしていた、家族4人が流され、うち3人が死亡する事故が発生した。し口の浜は普段は、波も、比較的穏やかだが、この時は、平成27年台風第13号の余波で、波はうねりを伴い、約2メートルの高さであった。ありがとうございます。